3、2、1、0。こんにちは。世界一昆布が好きだから昆布屋やってます店長松下幸一郎です。今日も皆様の料理を劇的に美味しくできるお手伝いができるととっても嬉しいなって思ってます。応援してください。いつも元気なお友達の M さん、なぜかこの数日元気がありません。ちょっと聞いてみると、台風の日に布団が吹っ飛んだっていうギャグを言ったんだけど誰も反応してくれないと、ちょっとは同情してよと言われたので、分かった分かった、野田総理のこと、それは同情を、うん、了解了解、商売、それは繁盛とボケとツッコミで終わってしまいました。そんなことはどうでもいいのですが、今日も頑張ってまいります。今日は刺身の醤油代わりに塩昆布を使ってみました。分厚い塩昆布をハサミで小さめにカットします。そしてあとはお刺身と一緒に食べるだけ。とっても昆布の旨味が染みて味が美味しくなります。今日まっちゃん漫画大好き、今日もなんか漫画を買うって言ってた。いい大人が。